ANA-INZM ダンス動画はなぜここまで拡散したのか ?SNS 戦略の裏側を解説。ANA の INZM ダンスが世界に羽ばたく。グローバル戦略を解説。ANA のキャビンクルーが踊る INZM ダンス動画が公開されてから、たった2時間で5,500回もの再生数を記録し、1,240の いい165件のコメントが寄せられたという驚異的な反響があった。この動画は、ANA のスタッフが人気アイドルグループ、ナンンバーアンダーアダインアイの曲、INZM に合わせて踊るシンプルな構成にもかかわらず、その瞬間的な拡散力は目を見張るものがあった。これは、ただのエンターテインメントではない。ANA という、日本を代表する航空会社と新進気鋭のアイドルグループが、 互いのファン層を巻き込みながら強力なシナジーを生み出している象徴的な瞬間であった。このようなコラボレーションがどのようにして可能となったのか、そしてその影響はどこまで広がっているのかを考察することは興味深い。まず、ANA のような大手航空会社がアイドルグループの曲に合わせてダンスを披露するという行為自体が、従来の企業広告の枠を超えた一歩進んだプロモーション手法である。これまでも企業が有名アーティストと提携し、 商品やサービスを宣伝することはあったが、今回はそれだけではない。ANA のキャビンクルーたちが直接ダンスに参加し、視覚的なインパクトを持たせることで、ファンとの心理的な距離を縮めているのである。視聴者にとっては、憧れの存在であるキャビンクルーが、日常の業務から一歩外れ、エンターテインメントの一端を担っている姿を見ることで、より親しみを感じることができる。この点において、 ANA は新たなファンエンゲージメントの手法を提示したといえるだろう。また、ナンバーアンダーライン愛のファンたちがこのコラボレーションに大きく反応し、次のツアーは ANA を使って遠征するといったコメントが多数寄せられた点も見逃せない。これは一見、アイドルグループのファンが自分たちの好きなグループをサポートするために単純に ANA を選ぶといった軽い動機に見えるかもしれないが。 実際にはこれが ANA にとって非常に効果的なマーケティングである。なぜなら、ナンバーアンダーライン愛のファンは若者層が多く、今後の消費行動に影響を与える可能性が高い世代だからだ。この層が ANA を利用することで、その利用経験が良ければ、将来的にも ANA を選び続ける可能性が高まる。さらに、このコラボレーションがどのようにして一部のファンを航空業界に関心を持たせ、 ひいては旅客業界全体にプラスの影響を与えるかも考慮すべきだろう。ANA は、ナンバーアンダーライン愛のファン層にアピールすることで、単なる一回限りの消費ではなく、長期的なブランドロイヤルティを築く機会を手にしている。また、ANA の戦略は日本国内にとどまらず、国際的にも広がりを見せている。ソーシャルメディアを通じて拡散されたこのダンス動画は、世界中のファンにアクセス可能であり、 特に ANA の国際線を利用する可能性のある顧客層にとっても強いインパクトを与えている。グローバルな視点で見ると、こうした企業とエンターテインメントのコラボレーションは、単なる一時的な話題作りではなく、文化を超えた感情的なつながりを築く手段となりうる。実際、他の航空会社でも同様の取り組みが見られ始めており、このトレンドは今後さらに拡大していく可能性がある。 このようなコラボレーションが成功を収める背景には、いくつかの要因がある。まず、ソーシャルメディアの力が大きい。ANA のダンス動画が短期間でこれほどの反響を得たのは、YouTube や Instagram、Twitter などの SNS プラットフォームの拡散力に依存している部分が大きい。特に若者層は、情報を瞬時にシェアし、共感や感動をリアルタイムで発信する傾向が強い。これにより、 動画が一気に広まり、数時間のうちに何千人もの人々にリーチすることができた。また、ファンが自発的にコメントを投稿し、さらには自身の SNS で ANA とのコラボを紹介することで、さらに多くの人々に波及効果をもたらしたのである。このように、ファンの熱狂的な支持と SNS の拡散力を組み合わせたプロモーション戦略は、現代のマーケティングにおいて不可欠な要素となっている。さらに、 このコラボレーションは ANA だけでなく、ナンバーアンダーラインイにとっても大きな意味を持つ。ANA のような大手企業と提携することで、グループの知名度が急速に上昇し、ファン層の拡大につながっている。特に、航空会社のブランドイメージと結びつくことで、ナンバーアンダーラインイは単なるアイドルグループから、一種のライフスタイルの一部として認識されるようになった。これは、 アイドル文化が単なる音楽やパフォーマンスだけでなく、ファンの生活全般に影響を与える存在であることを示している。ナンバーアンダーラインア i の楽曲が ANA のプロモーション活動に組み込まれることで、ファンはその音楽を聴くだけでなく、日常生活の中でより強く結びつきを感じるようになる。例えば、ファンが飛行機に乗るたびに INZM のダンスを思い出し、ANA とナンバーアンダーラインアイ I のコラボを連想することで、 彼ららののエンンゲージメントがさらに強まるるであるこのようなエンターテインメントと企業のクロスオーバーがどのように進化していくのか、今後の展開が非常に楽しみである。特に、日本のエンターテインメント業界は、他国に比べて企業との提携が活発であり、これからも新たな形のコラボレーションが生まれるだろう。しかし、その一方で、このようなプロモーションが一時的な流行で終わるのか。 それとも長期的な成功につながるのかは、企業とアーティストの間でどれだけ、本物のつながりを築けるかにかかっている。ファンは非常に敏感であり、ただのマーケティング戦略としてのコラボレーションにはすぐに気づいてしまう。従って、企業が単に売り上げを伸ばすためだけでなく、アーティストやファンとの真の関係を築こうとする姿勢が重要となる。ANA とナンバーアンダーライン愛のコラボレーションは、単なる広告や プロモーション以上のものもであるこの2社が手を取り合い、それぞれのファン層を巻き込みながら新たな価値を生み出していることは、現代のマーケティングにおける革新の象徴であると言えるだろう。今後も ANA がどのようにしてこの成功を生かし、さらなるコラボレーションを展開していくのか、そしてナンバーアンダーライン i がどのようにしてこの機会を生かしてさらなる成長を遂げるのかが注目される。まず、 ANA のスタッフがナンバーアンダーラインアイの楽曲に合わせてダンスを披露するというアイデア自体が非常に斬新でした。通常、航空会社は安全性やサービスの質を前面に出して広告を行いますが、今回は全く異なるアプローチを採用しました。ANA という大手航空会社が、エンターテインメント業界の若手アイドルとコラボレーションすることで、より親しみやすいイメージを打ち出し、 若い世代をターゲットにした新しい層の顧客を引き込む狙いがあると考えられます。特に日本のファン文化は、アイドルをただのアーティストとしてではなく、人生の一部として深く関わることが多く、その影響力は非常に大きいです。このプロモーションは、ファンに対して、ANA はあなたたちの好きなものを理解している、というメッセージを送るものであり、その結果、多くのファンが ANA を支持し、 次のツアーや旅行で ANA を利用すると公言しています。さらに、このプロモーションがもたらしたもう一つの興味深い側面は、企業のブランドイメージの変化です。ANA はこれまで、質の高いサービスと信頼性を強調するイメージを築いてきましたが、このコラボレーションを通じて、よりエンターテインメントに寛容で、時代のトレンドに敏感な企業という新しい側面を示しました。特に 航空業界は競争が激しく、他社との差別化が重要です。ANA はこのようなプロモーションを通じて、単に航空会社としての役割だけでなく、消費者のライフスタイル全般に寄り添う企業としての姿勢を強調しています。これにより、ANA は特に若い世代の心をつかみ、長期的なブランドロイヤルティを築くことが期待されます。では、 なぜナンバーアンダーライン愛のファンがこれほどまでにこのプロモーションに熱狂したのでしょうか。その理由の一つは、アイドル文化特有のファンとの強い絆にあります。ファンは、アイドルが日常的にどのように過ごしているのか、何に興味を持っているのか、どのような企業と関わっているのかに非常に敏感です。平野翔、紫蘭、神宮寺雄太といったアイドルたちが ANA とコラボレーションしたことで、ファンにとっては、 自分たちの好きなアイドルが大手企業と認められているという一種の誇りが生まれました。これが SNS 上で多くのファンの感謝や喜びの声につながったのです。さらに、彼らのツアーやイベントへの参加が増える中で、ファンたちは ANA を利用することでアイドルと同じ企業を選ぶという一体感を感じることができるのです。このように、企業とアイドルのコラボレーションは、一見単なる広告戦略に見えるかもしれませんが、 実際にはファン心理に深く働きかけるものであり、消費者行動にも大きな影響を与えています。ファンたちが SNS で、ANA 最高、これからの遠征は ANA に決めたなどとコメントするのは、単にプロモーションを見た瞬間的な反応ではなく、実際に彼らが行動に移すという強い意志の表れです。